お、がってもらえるー仮面含めがどうシャープッビーお疲れ様です。三級ベット計画後です。本日は4ベット2402円のプラスでしたと。はい。買っております。はい。やばい。ソニーアルファ、えー、7S3 が出る。まさかのバリアーアングル欲しい。い予約してるかもと。いや、これね、僕見たんですけど、やばいっすね。 いや結構ね、やっぱソニーね、動画に寄せてきてますね。これちょっと、僕アルファ7-3、このね、S3 知ってたんですけど、全然見てなかったんですけど、見たらやばいっすね。映像やばい。めちゃ綺麗でした。やっぱソニーがもうこれなんか一眼レフの写真というか、もう動画機材みたいな感じにしてますね。完全その動画クリエイター寄りで、もうターゲットしっかりしてるなーってね、ソニーうまいなーと思いますね。で、僕はなんでソニーをしないのかっていうと、やっぱね、 写真も撮りたいんですよね、インスタやってるんで。うん。だからもちろん、このソニーのやつも撮れるんですけど、写真。あの、オートフォーカス早いし。だからなんかね、やっぱ写真キャノンみたいなね、なんかそれも洗脳されてる部分あるかもしれないですけど。うん。いや、でもソニーのこの、これめちゃめちゃ綺麗でした。うん。そう、これはね、すげえやばかったですね。うん。これは化け物だと思います。 だからこれで動画、普通に映画作れますね。普通に、本当に。はい、まあ。ということで。いやー、わしずさん、これ買い、買いましょう。じゃあ僕、キャ,キャノンの R5 僕頑張って買うんで、キャノン R5VS、R7S3 フルサイズ、これ勝負していきましょう。<laughs> どんな勝負やねんって,って <laughs> でもね、鷲津さんはね、どちらかというとソニータイプですね。うん、なんかソニーだなーっていう。僕ね、 あったかみがあるキャノンみたいな。まあ、いいや。終わりまーす